はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、スーパーロボ対戦 EX 続きやっていきましょう。現在、まさきの章やってます。で、乗り換えはね、魔人がけちょっと変えました。サヤがちょっと外して、レベル高くなったので。で、ジュン。グレートマジンガーにして、あとは、マリアですね。マリアをマジンガーにしました。はい、まあ、幸運持ちを、乗せたっていう感じですかね。工事がね、ちょっと低くなってるんですけどね。まあ、また使います。はい、それじゃあ、行きましょう。まあ、使いますってもね、ちょっともうラスト近づいてきてるんですけどね。これで殿下が王につけば、めでたしめでたしわけだ。しかし、アムレ亮たちはどうしてんだろうな。あいつらもここに連れてこられたと思ってたんだが。ラングランっても広いからな。どっかで元気にやってるんじゃないの？心配ないって。そうだな。物的な人たちね。お、街にでも出てみようか。報告が先でしょ。みんなも一緒に来いよ。お土産買って帰ろうぜ。そうね、テュッツさん、構いませんか。あ、ゆっくりしてらっしゃいと。あ、俺たちも行きますか。兄さん、元気になったかしら。体の方いいの。あ、ゆっくり気を取らせてもらった。君たちには悪かったけどね。殿下は、これから大事な仕事は終わりになりますから。戴冠式と、政府の内閣の任命、年間も忙しいことだぜ。軍人と、フェイルはね、軍人が政治を取るわけにはいかんからな。それに私にはそれだけの力がない。また迷っとんか。まさきはね、方向音痴ですから。また迷ったのか。なんか外が騒がしい？あ、いたいたお兄ちゃん、ちょっと来て大変なの。さっき倒したウォルクルストの細胞が本当に復元しちゃった。ヌワニセニアメあれほど言ったのに持ってきちまったのか。それがどうもサイバスターにくっついてたらしい。いや、じゃあ犯人は俺かよ。なんとか広場で追い出してる最中なんだけど、そのせいでサイバスターは使えない。参ったな、こりゃ。で、どうだ、状況は。よくないわね。ボルクルスは分裂して数が増えるの。被害が広がる前に叩かないと。だもん、ボルクルスを叩けと。さあ、ちょっと気になる、まあ、タイトルですね。とりあえず行きましょう。まあ、まず下の方からなんですが、ダブルセットは使えないですね。ビームが効かないので、ここは厳しいです。まあ、正直、ボルクルス相手に戦えるやつ決まってるので、まあ、そんな全員いらないんですけどね。まあ、主力はこうですかね、やっぱり。と、プレッシャー。まあ、今回ね、まさき、まあ、サイバスターはいないので、ボス、まあ、ボス持ってってもいいですけどね、まあ、これでいいかな。あとは、修理、まあ、セニアも修理できるので、あ、セニア、ノルス外しときゃよかったな。まあまあ、いいか。はい。行きましょう。じゃあ、これ行きます。さあ、じゃあ、叩きましょう。全体マップはこんな感じです。敵は5体。結構いますね。結構しんどいよ、これ。まずは、気合入れとこうかな。あ、ミオの幸運で倒すことはない。はい、ないです。予定は。で、気合入れます。テュッティも気合、まあ2発かな。2発入れて、で、行きましょうか。まあ、とりあえず、一気に倒すか。まあ、この辺を陣取って、まあ、ゆっくりね、戦っててもいいんですけどね。まあ、向かってきたやつを倒していく。まあ、迎撃していくっていう感じでもいいんですが、攻めたいよね。うん。まあ、サクサクやりたいんですよね。
まあ森でもいいね、森でもね。はい、まあこの辺まで持っていきましょう。でシーラーはね、幸運で倒すかもしれない。レベルは35か。まあ結構高いですね。キュッティとかで35ですからね。33。ミオはまあ高いんですが。まあセニアで1体倒してもいいね。それなら。あとマジンガーも急ぎたい。はい。行きましょう。グレートマジンガーいいね。10いいね。使いやすい。一気に進めよう。これはレベル28ですからね、2体くらい倒したいね。あとはプレシアは使いやすい、まあ、ボルクルスを外からやれるっていうのはいいですね、うん、もうまとめて倒そう。あとバーニーは、ここはね頑張ってくれますよ。バーニーもまあ外からやる。ただ2回コードじゃないっていうのはまあちょっとね、ちょっと使いづらいところでも、使いづらいところあるんですけどね。まあ、F91 ここね2回コードのやつ乗せたらもう楽勝ですからね。このボルクルスの8なんですが、もう9からね、9マスからもう一気に攻撃すれば、で、まあ、クリティカルバンバン出すやつ乗せとけばね。よし、行こう。チャンスがあれば、まあ、2位でちょっと倒したいですね、一体ね。まあ、ラスト使うかって言われたらちょっとあれなんですけどね。はい、まあ、こんな感じで。お、来た！私も手伝うぞ。殿下お待ちください。私が出るのは当然だろう。デュアクシーの性能テストも兼ねてるんだ。あれ私が設計したのよ。すごいでしょ。まあ、地上のなんか参考にしたみたいな感じでしたよね。なんかガンダムに似てるな。ああ言っとるわ。ちょっと影響受けちゃった。でも中身は全然違う。はい。じゃあ確認しましょう。来ましたよ。頼れる男。フェイルロード。はい。持ってる技はこんな感じ。俺結構好きなんですよね、これ。デラクシル。走行600か。で、HP はハテナハテナハテナ。で、行動回数2回。うん。まあ。まあ、精神コマンドは、まあ、ぼちぼちですね。まあ、熱血とかね、欲しいっすよね。まあまあ、使っていきましょうよ。壁としてね。よし、じゃあ、行きましょう。まずは、まあもうまとめてやっちゃいたいんですよね、これね。1、2、3、4、5、6。ああ、厳しいな。まあ、こんな感じがいいかな。はい。これで、行きましょう。まあ、キュッティでサクッと2発撃って、一気に削って、これいいダメージ出るので、削って、もうこのターンで1体落としたいですね。あ、いいね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 。9300はでかいよ。持ってくね。じゃあもう一発いきます。まあ、今回ガッテス大活躍でしたね。これが強いですよね。まあ走行 HP もね、まあぼちぼち改造してますし。よし、相当持ってったやろこれ。一気に削った、気持ちいい。まあこいつか、まあこっちかちょっと抑えたいですよね。次はミオでやるか。マップ兵器で。1、2、3、4、5、6と。
ここはとりあえずちょっとここやってみよう。はい、OK ね。で、プレッシャーは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、じゃあちょうどいいところじゃん。いや、ミオはさ、マッペリじゃなくていいね。熱血。行きましょう。ちょっと削ろう。はい、外からがっつり削っていきます。じゃあ、リニアレールガン2発いきますか。ミオマッペリでいくか、リニアレールガンで攻めるか。どうすかな。はい。レベル31、経験値前。1、2、3、4、5、6、まあここで2発いけるんですけどね。いくか。とりあえずマッペキ打ちますか。でまあシーラで1体倒してもいいね。よし、オッケー。もう一発打ちましょうかね。あ、気合もう一個入れてもよかったっすね、これね。はい、ちょっとマップ駅打つ前にね、入れればよかったんですが、これいきましょう。まあ、いい感じに削れてるんじゃないですか。ぼちぼち、HP 見えるやろ。もう一発熱血リニアレールガン打って、どう？ああ、もう来ましたね。7000。はい。余裕ですね。めっちゃ懐かしいな、これ。久しぶりやな。デュラクシール動かすの。OK。まあ、行きましょうよ、ガンガン。まあ、とりあえず気合で、気合2発入れて、まあ、あとフェールで調整したいっすね。技量が149。大丈夫やね。142か。あ、結構高いですね。どうすかな。順でもいけるね。順でもいけるか。まあ、とりあえず熱血使います。で、下にも一体いるんですよね。はい。まずはこいつを叩く。あれ、ナイス。よし、じゃあ純のレベル上げしようか。コンフィチューと加速あればとりあえずもう使えますよね、 EX はね。はい、サンダープレイクでいきます。これは経験値うまい。一気にこの辺のね、もう幸運持ちのレベル低いところ、このマップで上げてしまって。で、次のマップはね、まあ、調整ですかね。レベル低いやつ。幸運持ってないやつの、まあ、調整したい。はい、35。もういいか。はい、この辺はま、2回行動とかはね、厳しいので、マリアで倒したいね。まあ上でもいいか。上2体いますからね。こいつはちょっとこのターン落とすの厳しいね。まあフェイルが攻撃するとして、まあ、軽くやりますか。行きましょう。そこだ。メガスマッシュはかっこいいよね。1930か。いけるな。バーニーいますからね。バーニーの熱血でいい感じに削れますよ。4800やね。じゃあそれでいきますか。バーニークリティカルもらうなよ。頼むぞ。行こう。
F91 ね、ちょっと改造してないんですよ。なんでこれ一発もらっちゃうと、クリティカルだと沈みますね。よし、オッケー。結構クリティカルね、出るんですよ、この EX。出してくるんですよ、敵が。さあ、どうすかな。いい感じに削ってくれたな。いい感じに削ってくれた。マジで。誰で倒すか。シーラが33か。だから2位で倒すのが一番いいんですよね。熱血。1350。届かないんですよね。装甲が800だね。800。800か。ちょっとここね、一回ね、コブかけときます。倒すわけじゃないんですが、削りたい。まあ、クリティカル出して、もう倒しちゃったらまあ、しゃあない。倒すかもしれないんで、かけとくと。でも、いらないっす。クリティカルはいらん。よし。ナイス。完璧ですね。完璧です。まあ、キュッキ狙ってくる。まあ、反撃するならいいかな。反撃はまあしなくていいですかね。キュッキ反撃。いや、やめとこう。うん、反撃はするならいいかな。で、ちょっとこいつはね、残します。残して。まあ、ここは反撃するなで。一体だったらね、キュッキュ反撃するんですけどね。まあ、こいつはまず狙ってきて、さらにまあ、こいつもね、まあ、狙ってくるかもしれないので、やめておきます。こっち。ちょっと2位のレベルをね、上げてしまいたいんですよね。おっちゃん、おっちゃんはひらめきかけとこう。クリティカル一発で持ってかれるので。シーラ、まあ、シーラ、そうやね。まあ、どこでもいいかな。はい。はい、じゃあ、終了と。よし、行きましょう。まあ、ここも倒したい。まあ、もう一回移動してもらうか、こいつはね。まあ、それか、バーニー、あ、倒すか、この位置で。1、2、3、4、5、6、7、8、9。バーニーここに置こう。まあ、とりあえずこいつ倒します。幸運。これは最高ですね。あ、オーラショットでいいね。はい、オーラショットでいこう。大丈夫やね。550。気力107。いいや、熱血使っとこう。はい、これで。まあ、この戦闘しかもうしないの、2位は。よし。これでね、レベル一気にアップする。まあ、結構使ったじゃないですか、2位。よし。おー、36。いいやん。さあ、2回行動遠いっすね。42か。マップ駅あればね、いけるんですけどね、42も。さあ、まあ上から来てる。どうすかな。結局、まあここに、いてもいいっすね。反撃、受けつつ。
まあ、セニアはそんなに使わない。とりあえずこいつ狙おう。3、4、5、6、7、8、9、10、熱血いきましょう。めちゃくちゃ使いやすいね。もうプレッシャーが2回コード早いっていうのがいいですね。すげえ使いやすい。まあ、せっかくなんでフェイル使っていきましょうよ。ねえ、これちょっと使いたいですよね。どうすかな、どの辺行こうかな。まあここで攻撃してもいいか。いや届かんわ。近づこう。行くぞ。いやこれ弱いんですよ。これいいです。この辺に行こうか。この辺でメガスマッシャーで削っていくと。それでいいですね。はい、じゃあ撃ちます。ガンダムやね。似てるっつうかさ。まあ、サイコガンダムとか、まあ、そっち系やね。見よっか。どうすかな。そうですね、どうしますかね。シーラで友情使うか、そうするか。まあ、とりあえずゴールド運びつつ、まあ、補給使ってもいいですけどね。外からやるか。いきます。グレートもいきます。はい、で信頼で HP 減ってるやつを回復していけばいいんですが、ちょっとめんどくさいですよね。これ雑に友情使いたいですよね。友情要員出しときゃよかったな。誰か。はい、まあ大丈夫。まあまだまだやね。はい、寄せときます。寄せて、じゃあキュッティもこれもう攻撃しちゃって、あーここ関係ねえな。ちょっと下ろしたいな。でもこれ森に置くか。ここはこの橋は入っとる。これ入ってないのよ、ここね。まあいいです、こっから行こう。はい、行きます。まあクリティカル出ても落ちないので行きましょう。うかつな。せい。まあ、ボルクルス相手だと、まあ、そんなにさ、サイバスター活躍するっていうわけじゃないじゃないですか。なんで、まあ、全然ね、この戦力ダウンっていう感じはしないですよね。ここちょっと俺、殴りに行こうかな。はい。まあ、リニアレールガンばっかも飽きるんでね、行きましょう。殴ろう。オラオラで行くぞ。オラ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 。まあこれもクリティカル出ても OK。 出ましたね。マジ？やっぱクリティカル出すね。
空中で1,2,3,4,5,6,7 どうすかな、こっちから来てるんですよね。いや、とりあえずこの辺に置いとこうかな。いいよ。じゃあちょっと雑に回復して、で、信頼を入れたいっすね。で、シーラちょっと運びます。はい。まあ、攻撃とかはしないっす。運んで、ショーもね、まあ、何もしてないですけどね。あ、友情持っとんじゃん。こっちよかったね、友情ね。で、回復しとこ。はい。これでミオ OK。で、キュッティはもう一発撃って、はい、もう一発撃ちます。あ、ちょっと待てよ。この下のボルクルス、多いね、クリティカル。ナイス。まあ、次で削れますかね。F91、まあ、バーにもいて。あ、じゃあ下セニアで倒すか。そうしよう。はい、じゃあ下はセニアで倒します。近づく、いや近づくのはちょっとめんどくさいな。回復で近づくか。はい、これでいきましょう。はい、これで OK ですかね。よし、じゃあまずは下からですね。はい、こいつから倒してきます。またクリティカル出ましたね。バーニーで行こう。ここは熱血でいきますかね。はい、ちょっと気合も入れて。これで HP 見えると思います。さあ行こう。いや、そんな削ってないか。うん、9610か。ちょっと遠いっすね。とりあえず行こう。じゃあ一発撃つ。クリティカルが出ても OK。 これならマジで出したね。いや、これありがてえわ。かわせた。やるやん。よし、じゃあ行きましょう。終わらせます。幸運で。さあ、じゃあ攻撃して終わりと。はい、これで OK。 もうセニアもこれで十分ですね。十分活躍しました。次はゴールドをもうちょっと上げたいか。よし、オッケー、いいね。はい、レベル37。あと2上がれば、39になれば2回行動ですね。あ、ちょっと遠いよね、39は。一応向かわせるか。はい、行きます。まあ、とりあえずプレッシャーで削って、
はい、リニアレールガンで削って行こう。 OK、 当たるよ。はい、まだ見えない。まあもう一発ですね。もう一発って、あとダブルマジンガーか。いや、ちょっと倒せますかね、これ。まあ、フェイルもいるんですけどね。よし。で、おっちゃん運んで、まあ、こっちも来てるんですよね。どうする？とりあえずグレートでいくか。グレートでちょっと削るか。1、2、3、4、5、6、7、8、違う、こっちがいいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でフェイルちょっとこっち行こう。1、2、3、4、5。 OK、 ここで、はい、フェイルこれでいいです。フェイルで受けます。で、フェイルは反撃するわ。で、ミオはこっち削ってきます。フェイルとミオで左のね、ボールクルスター倒す。いいコンビじゃないですか。よし、じゃあまずはグレート行こうか。2位がまあ信頼持ってると。ちょっと待てよ。2900。まあクリティカル出ても大丈夫か。よし、じゃあこのまま行こう。はい、削る。ブレストバーン、いけ。強いね。よし、まあ大丈夫。マジンガーもとりあえずここは攻撃で熱血かけて。はい、ブレストファイアいきます。まあ改造してないからちょっと弱いっすね。攻撃力3800はね。熱血持ってるんで、マリアだったらまあ使えるって感じですね。マジでクリティカル出すね。いや、ほんと出るよね、クリティカル。はい、ちょっと削っていきます。そうか、クリティカルか。甘いな。メガスマッシャーかっこすぎるやろ、これ。まあ、威力はまあ、ぼっちぼっちなんですけどね。かっこいいよね。よし、まあ、雑に小で回復して、ただマジンガーがまあピンチと。まあ、一応ね、信頼使って回復して、まあ、シーラは何もしないですかね。はい、 OK、 じゃあ終了で。
よし、とりあえずね、こいつ倒しましょう。まあまあ、プレッシャーっすね。まあ、外から2発やって、まあ、もうそろそろ見えると思うんですよね。よし、来た。来ましたね。9451か。まあ、とりあえずもう一発削って、で、マリアで倒します。で、7800。で、キュッティは、とりあえず、こっちやね。急ぎたいね。はい、急ぎたいですね、こっちね。まあ、この辺で。どうすっかな。誰で行く？もういいの使えないですからね。ミオか。ミオで軽く削るって言ってあるな。よし、じゃあ削りましょう。まあ、リニアレールガンが使いやすい。よーし、OK。ナイス削り。完璧。で、あとは倒します。幸運。そして、熱血。で、ブレスファイアと。はい。OK。で、ラストはまあ、左だけですね、あと。よーし、ナイス。最後はどうしますかね。魔人が工事いきます。グレート魔人がプロでいきますか。あ、何も覚えてないですね。あ、でもマリアさ、レベル40で2回行動か。結構早いですね。やっぱ使いやすいよね。精神コマンドはまだ3つだよね。35まで来て。あと何覚えたかちょっと覚えてないですね。よし。まあとりあえずこっち終わらせよう。グレートは、いらんかな。はい。あともうそんな使わないですね。はい。OK ですね。じゃあこっちだけでやっていきます。まあ、あとは誰で倒すかだけですよね。シーラか。シーラやね。削る。まあ、フェイルでやろう。はい。まあ、ちょこちょこ削っていきましょう。まあ、これ2000ちょいしか与えてないんですけどね。なんか5、6000ぐらい出てもいい感じですけどね。ちょこちょこ削っていく。甘いなしか言わんな。はい、じゃあもう一発行きましょう。まあ、せっかく使えるってことでね。戦闘回数多めで、お送りしてます。まだまだやね。そんな削ったやつもね。よし、OK かな。キュッティも反撃で大丈夫だね。HP も OK と。はい、じゃあ、終了。とりあえず、まずはミオっすね。
ミオでちょっと削ってから、まあでもこれ2発でも見えないですよまだね。クリティカル、よし来た、一気に来ましたね。いやフェイルが結構削ってくれとった、結構攻撃したねフェイルで。さあじゃあどうするかね、こっからキュッキの結果減いける140、無理やね、142ですからね、無理っすね。3800か、3800、ちょっと軽く削りたいな、軽く。軽くいきましょうよ、軽く。はい、まず軽く削る。よし、ナイス削り。マジで？クリティカル？嘘やろ。すいません、あとは頼みます。じゃねえんよ。いや、気力上がってるからワンパンで持ってかれましたね。マジこれ。クリティカル出るね。じゃあ行こう。フェイルで一発撃って、手加減なしで。まあ、それでもよかったんですけどね。はい、まあ、ナイス削り。よしよしよし。ああ、フェールで2発手加減すればよかったんか。しまった。2900。そう、気力上がってて、ワンパンで、うわ、ミスったな。完全にミスですね。2回手加減使ったので、手加減で、フェールロードで削るべきだったね。はい、行きましょう。キュッチすまん。あれ、ハサウェイの時と同じミスをしたね。気力を計算してないっていうね。OK。はい、とりあえず、終わりました。無事ではないけど終わりました。なんとか片付いた、そんな感じだね。デュラクシール、凄まじいパワーだ。この力、これさえあれば。うん、侵略を行ったシェドニアス連合に対し、宣戦布告を行います。さあ、なんかちょっと変な方向に進んでますよ。高い。高いっすね。ガッテスが、そう、走行570。そう、500超えてましたよね。そう、普段だったらワンパンで持ってかれないんですよ。ただ相手の気力が上がってて、まあ持ってかれたって感じですね。まあこっちも上がってはいたんですけどね。うん、570の HP 4900ですからね。はい。まあまあ OK でしょう。改造は、
そうですね。まあ、ここですかね。魔装騎士に3機を改造するという感じですかね。武器かな、ガッテスの。ハイドロをちょっと上げたいよね。うん、ハイドロちょっと上げたいですね、これ。はい、上げとこう。まあ、ここまでかな。こっからちょっと高いですからね。で、ハイファミリアで反撃するなら、ユニットを上げたいんですよね。もうちょい、やっぱ HP とか。HP。HP。サムジードもまあ厳しいよね、これも。こんだけあっても簡単にね、持ってかれますからね。HP がな、やっぱ。はい。で、乗り換え。乗り換えはね、もうこっからは、もうラストまで、工事、マジンガーでいきます。で、プロ、グレートマジンガーでいきたいなと思います。で、トールスは、とりあえずちょっとここ、ノルス、あ、どうすかな、ちょっと待てよ。ゴールド。ゴールドか。ゴールドあげる？ゴールドあげよう。トールスね、加速持ってるので、まあ、ブローウェルでもいいですね。追いつけますね。で、まさき、まあ、ジュンとかはね、まあ、レベル上げたんですが、まあ、そんな使わないですね。ボス乗せようかな。うん、これでいこう。で、さやか、まあまあいいや、この辺は。あとは OK かな。はい、あとは OK ですかね。はい、ということで、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。